衛生、医療、医学等の分野を中心に用いられるマスクとは、人体の内顔の一部、または全体に被るもの、または覆うものを指す。頭部まで覆うものを含めることもある。講義では、体の他の部分を覆うものも、そのように称することがある。漢字では、朝、服布と表記する。衛生マスクを装着した、警察官。 2009年新型インフルエンザの世界的流行時のメキシコ。マスクは用途別では産業用、医療用、家庭用に分けられる。防塵マスクフィルター付きハーフマスク呼キバルブ付き f f p にマスク防塵マスクは防塵用マスク、防塵規格マスクなどとも言う。本来は作業者が空気中に浮遊する微粒子を吸引しないようにする目的で用いられるマスク。 その形状はシリコンゴム等で形成された本体に取り替え式のフィルターをつけたものまたは全体が耐電加工された不織布による使い捨て式防塵マスクである。陽圧法のマスクと陰圧法のマスクがあり陰圧法のマスクには排気弁がついている。あくまでも作業用であり長時間装着しての使用には向いていない。米国には 米国労働安全研究所が認定する N95 マスクがあり製品には認証番号が付けられている。この N95 マスクは医療機関で感染防止に用いられることも多くなっている。欧州には欧州標準会委員会が認定する欧州規格149の FFP にマスクがあり N95 マスクに相当する。日本では 労働安全衛生法の規定に基づき、厚生労働省の告示、防塵マスクの規格に基づいた、形式検定に合格し、その合格表彰が重複されている製品を言う。なお、類似の形状を持つものであっても、検定合格表彰のないマスクは、防塵マスクとして販売することはできず、ダストマスク、クリーンマスクなどの名称で、ホームセンター等で、 市民生活用に販売されている。医療用マスク医療用マスクを装着して、強行内手術を行う外科医たち、1990年頃の、米国陸軍施設、フィッツ・シモンズ陸軍医療センターにて、医療用マスクは、主に空気中のしぶきを対象とする感染予防を、目的とするマスクである。英語では、サージカルマスクといい、日本語でも、そのおにしゃ サージカルマスクが別名として通用する。英語のそれは名前の通り、競技にはサージカルマスクであるが、講義には医療現場もしくは医療用のマスクを指す。対象とする粒子系は一般的に5マイクロメートルより大きいものである。サーズウイルスのように感染性病原ウイルスが微粒子で、 空気中に浮遊している場合、医療用マスクでは対応できないため、N95 や DS2 のクラス以上の防塵マスクが使用される。マスクの性能を表す指標として、BFE と VFE。これはマスクによって前者は、キーロブウ球菌、後者は、FIX174 を含む懸濁液の粒子が除去される割合である。アメリカ食品薬品局では、 サージカルマスクの基準を BFE95% 以上と規定している。アメリカでは感染性アロゾルに対する医療用マスクをサージカルマスクとし、FDA が登録制度を実施しており、製品には登録番号が表示される。産業用の使い捨て式防塵マスクとして、ネオッシュの検定合格証を有するマスクでも、 サージカルマスクとして使用するときは改めて FDA に N95 サージカルマスクとして登録する必要がある。かつてアメリカではサージカルマスクの形状についても企画があったが今では廃止されている。日本ではサージカルマスクという故障やその性能に関して法令上の規定はなく感染性呼吸器疾患の流行時に政府が ガイドラインを公表したことはあったが、性能試験は、アメリカの STM インターナショナルが規定した、STMF2100 や、民間の検査会社の独自企画が利用されていた。2021年6月16日には、一般財団法人可研テストセンターが STM の規定をもとに開発した、試験方法と性能及びが、日本産業企画。 ジス T9001 として採用された。基本的には使い捨てであるが、アウトブレークが深刻化するなどして、供給不足に陥った場合は、滅菌して再利用することもある。まさにそのような状況となった2020年、コロナウイルス感染症大流行時の日本では、病院でさえ一人当たり一週間に一枚、などといった悪条件下での対応を余儀なくされた。 家庭用マスク防寒、花粉症対策、風邪対策、ウイルス対策、防塵などのための一般向けのマスクを、家庭用マスクという。空気中を浮遊、または漂う感染性ウイルス粒子は、ウイルスに感染した人が話したり、呼吸したり、咳をしたり、くしゃみをしたりすると、症状がない人でも放出される。別の人がこれらのエアロゾルを吸い込み、ウイルスに感染する。 可能性がある。例えば、エアロゾル化したコロナウイルスは最大3時間空気中に止まる可能性がある。家庭用マスクはその拡散を防ぐのに役立つ。マスクは材質別ではガーゼなどの布を使うタイプと不織布を使うタイプに分けられる。ガーゼタイプ布製マスク、またはガーゼタイプのマスクは主に面織物を重ね合わせたもので古くから広く、 使われてきた。布マスクとも呼ばれる。洗浄して再利用できるため経済的で病原体の飛散防止には一定の効果を発揮するが、口術の不織布タイプに比べ性能が劣るため、世界保健機関では医療従事者の使用を推奨していない。不織布タイプ不織布マスクは、不織布を使用したマスクで、かつては、 価格と見た目の違和感から一般的に使用されなかったが、機能負荷が容易で使い捨てに対する抵抗感がなくなったことで急速に普及した。マスクは形状別では、平型マスク、プリーツ型マスク、立体型マスクに分けられる。平型マスク平型マスクは主に綿織物を使用しており、高い保温性と保湿性を有する。プリーツ型マスクプリーツ型マスクは、 全面がプリーツ状になって折顔全面にフィットして圧迫感を与えにくい。立体型マスク立体型マスクは人間の顔に合わせてデザインされており顔面に隙間なくフィットする。衛生用マスク鉄道駅に設置の自動販売機マスクの公用を2021年8月13日にハーバード大学医学部は大気汚染への暴露を避けることは 定期的な運動などと同じくらい健康を維持することに大事だと主張した。このため、空気質指数が不健康なゾーンにあるときは、外出するときは N95 などのマスクを着用する必要もある。風邪ウイルスやインフルエンザウイルスは、ウイルス単体での空気感染では感染はしない。体液に含まれたウイルスによる飛沫感染や接触感染によって広がるものである。 ただし、間違ったマスクの使用は、かえって感染を拡大させる。不インフルエンザパンデミック時のガイドラインマスクを着用する場合は、誤った使用による感染拡大を防ぐために、正しい使用法と廃棄が不可欠である。医療用マスク以外による防護については、有効性についての情報は、不十分である。それらの材料を用いる場合、使用するたびに、 家庭用洗剤で徹底的に洗浄すべきである。マスクを外した後の手は直ちに洗うべきである。マスクは着用者の空中浮遊菌やウイルスの粒子の吸入を完全に防ぐことはできず、吸入防止用のレスピレーターほどは効果がないが、関西医科大学やユニチャームの研究グループが行った検証により、 マスクの有無でインフルエンザの発症率に有意な差が確認されるなど一定の予防効果を発揮する。マスクを二重にして着用する二重マスクも国内外で見られる。スーパーコンピューター、富岳のシミュレーションでは二重マスクによる飛沫拡散の防止効果は限定的であり正確に着用することがより大切であるとされている。コロナ禍のために ますます多くの人々が二重マスクを着用している。ハーバード大学医学部によると、これは非常に合理的で有用なコロナ対策である。米国疾病管理予防センターによると、二重マスクはマスク着用者と他の人の両方の保護レベルを大幅に改善した。米国疾病管理予防センターは、サージカルマスクの上にぴったりとした布製マスクを着用することを勧めた。 しかし、二つの使い捨てマスクを組み合わせても意味がない。その他、サージカルマスクを結び、押し込み、三層フェイスマスクのイヤーループを、マスクの端に合わせて結び、不要な素材を折り曲げて、端の下に押し込むという、ノッティングタッキングと呼ばれる方法を使用して、サージカルマスクを調整してぴったりと、フィットさせることも、より優れた保護を提供できる。 米国疾病管理予防センターの研究室での研究では二重マスクまたはノッティングタッキングはマスキングなしと比較してエアロゾルの透過と曝露の両方を約95%削減した。機能性マスク日本では2019年までにマスクの表面に付着させた光触媒でカフニアウイルスを分解する機能をうたうマスクが販売されていた。しかし 同年7月、消費者庁は、効果が見られないとして、マスクを製造する各社に対し、不当景品類及び不当表示防止法に当たるとして、再発防止措置や対策を講じるよう措置命令を出した。これに対して、対象制約は、他社と表示が違うなどとして、審査請求を行い対抗している。ガーゼタイプのマスクにフィルターを組み込むことで、 不織布タイプに近い性能を有する製品も登場している。ウレタンマスク装着している時のフィット感で人気のマスク。ポリウレタンを使用しており、洗って繰り返し使えたり、カラーも複数選べるのが特徴。しかし、エアロゾルを防ぐ性能が不織布マスクと比較して、著しく劣り、粒子系の小さいものに対してはほとんど効果がない。そのため、 感染症予防の用途には本人や周囲の人たちへの感染を防止するためにも使用すべきではない。特殊なマスクマスク着用に関する各国の事情を1918年に撮影された米国シアトルの警察官たち。スペイン風邪が蔓延していたため全員マスクをつけている。マスクをつけたサラリーマン2020年のコロナウイルス感染症の流行までは 一般に日常生活の中でマスクをすることに抵抗がないのは日本をはじめとしたアジア諸国だった。欧米では街中でマスクを着用していると病人や不審者とみなされることもあった。アメリカでは感染症によりマスクの使用が推奨されるようになっても人権や差別の経験から着用を拒否する者も,も一定数存在した。東南アジアや 東アジアの都市部では、排気ガスに含まれる粉塵や、無保送道路の土ぼこりを吸わないよう、オートバイに乗るときにマスクをするのが一般的である。ベトナムマスクと俗称される布製のマスクが有名で、日本におけるマスクよりもサイズが大きく、顔のほぼ下半分を覆うような形になっている。また、柄物や色物、様々なキャラクター物があり、 見上げ物として購入する観光客も少なくない。乾燥地域や郊外がある地域では、防塵マスク、寒冷地では、防寒マスクとして機能している。日本のマスク事情スペイン風邪の際にはマスクが使用された。戦前には、竹の花が咲くと流感が流行るというような俗説があり、こうした噂が出ると、マスク使用者が現れた。寺田寅彦は、町にマスク人種と、 ヒマスク人種が存在すると記している。戦後になると、大気汚染、学校給食、不良文化などを経て、特に1980年代以降の花粉症の患者増加からマスクが普及した。また、日本では、咳エチケットではなく事故の感染予防のためにマスクを使う習慣がある。東京都心部でこの習慣が一般化したのは2000年代以降で、 それ以前には少なくとも東京都心部ではマスクをしている人はほとんど見かけられなかった。それが2018年頃には打って変わって冬場に4割以上の人がマスクをしていたというデータがある。都会でこの習慣が一般化したのは折からの花粉症の患者増加に加えて 2002年の重症急性呼吸器症候群の流行による予防意識の高まりの影響が指摘されている。2009年新型インフルエンザの世界的流行では家庭用マスクの売り上げが急増しマスクが売り切れる騒ぎが発生していることからこの頃までに予防のためのマスクの使用が定着したものと考えられている。このような習慣は 大韓民国での風邪予防のためのマスク使用や、ベトナムでの粉塵を防ぐための使用を除いて、日本以外には見られず、綺麗な環境でもマスクを使用するのは、世界的に珍しかった。新型コロナウイルス感染症の流行により急速に普及したことで、各国では、使用済み不織布マスクの不法投棄問題が、顕在化している。2010年代後半の世界では中華、 人民共和国が最大の生産国であった。中国防石品商業協会によると2019年には世界の総生産の約5割に当たる約50億枚を生産している。2019新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患の世界的流行によって医療用マスクの受給バランスが大きく崩れた2020年には パンデミックの発祥地でありながら都市が経済活動を再開できるレベルまでのの抑え込みを早々に成功させた中国はアウトブレークを遅れて経験しているさなかの国外での大きな需要を念頭に経済的及び政治的思惑を持って中国は2月から大増産に乗り出し自動車メーカーなど異業種までもが続々と参入した3月初旬の時点で1日あたり 1> 約1億2000万枚まで増産し、その後も増やしている。中国共産党の機関紙、環球時報の2020年4月20日付の記事によると、マスクの主要材料である、メルトブロー製法の不織布が1トンあたり、約1060万円で半年前と比べて、約40倍となったが、新規参入が多くなり、200サンプル品のうち2つしか医療用の基準に、 適合しない場合もあった。老者、難聴者などの聴覚障害者、新型コロナウイルス対策で必需品となり、ほとんど全てに普及したマスクであるが、それで帰って困った状況に置かれた人々もいる。老者などの聴覚障害者や、難聴の人々である。彼らの普段のコミュニケーションは、手話、聴力の、まだ残っている人は、補聴器の助けを得れば、 口話も使えるが、マスクをして口を覆うと不便になる。手話は、手の動きだけではなく、口の動きで、数字や固有名詞を、顎の動きで肯定か否定かを伝えるように口も、活用して伝える。表情も大事であるが、顔の下半分がほとんど覆われていると、表情も読めない。口話を使っている人は、音だけではつかみづらいために、あいうえおの口の形も読み取る。 独身術で足りない情報を補って話す。ここでもマスクで口が隠れてると支障をきたす。飛行機のキャビン用酸素マスクを装着した、軍用機パイロット以下では呼吸用保護具、顔面用保護具の観点での分類を基準に述べる。呼吸用保護具には、露化式と吸気式がある。露化式呼吸用保護具作業環境中の空気から、有害物質を除去して、 空気を供給するタイプの呼吸用保護具。環境空気中の有害物質の種類と影響、作業内容などに応じて、マスクの性能等を選択する必要がある。また、免停を持つ、呼吸用保護具は、接眼部がフィットしている必要があり、免停内圧が陰圧になる、防塵マスクや防毒マスクなどでは、特に重要になる。 吸気式呼吸用保護具作業環境中の空気とは別に独立した供給源から安全な空気を吸気として供給するタイプの呼吸用保護具。なお、酸素供給を目的とする機器に接続したマスクは酸素マスクと称され医療目的のみならず、鉱山への登山の際などにも用いられる。事故などに備えて航空機に備え付けられてもいる。 また戦闘機など一部の航空機のパイロットは常に酸素マスクを着用している。酸素ではなく、圧作空気等を密閉したマスク内に送起する作業用マスクもある。顔面用保護具として、飛来物やしぶきから顔面全体を保護するための防災面や熱作業現場で顔面を保護するための防熱面などがある。以下は蒸気以外のマスクについて述べる。 ダイビングハーフマスクハーフマスクとスノーケルの組み合わせダイビングマスクとは簡単な水遊びにも用いられる水中メガネ、水中メガネよりやや複雑な構造をしており水中での目の保護と視覚の補正という水中メガネの機能に加えて鼻から呼吸器系への水の侵入を防ぐ機能を持つものを言う。日本語では水中マスクあるいは外来語でダイビングマスクという 単に潜水するだけなら口で呼吸する必要はなく、息が続く限りで活動するのみであり、また、水中での視界を確保するだけなら、水中メガネでこと足りるため、古代より制御として続けられているスモグリ量などは、現代でも水中メガネを使うようであるが、スポーツ化したスモグリでは、水中マスクが使われることが多い。潜水中でも、 水上の大気を取り込んで呼吸できるスノーケルを併用することで潜水時間を引き伸ばせる。また、レギュレーターを通してスクーバタンクと口をつなげるスクーバを使えば潜水者はスノーケリングでは実現できない高度な潜水活動が可能となるが水中マスクがあることで初めて安定的に使用することができる。目、鼻だけでなく口まで覆ってしまう。 フルフェイス型の水中マスク、ダイビングフルフェイスマスクもあるが、このタイプは、マスクと一体化しているスノーケルか、スクーバが欠かせない。フルフェイス型でない、口を覆わない旧来型は、ダイビングハーフマスクと呼ばれる。スポーツマスクウィンタースポーツの競技者や愛好者にとって、防寒は切実な問題である。また、 無防備なままでは強風に顔を肌をさらすことになる。オートバイや自転車の競技者や愛好者、そしてライニングでトレーニングを行う競技者や、ジョギング愛好者なども、暴風、防寒の意味でも、戦術の防寒用フェイスマスクのような用品を期待するが、同時に、屋外のゴミ、花粉、排気ガス、細菌、ウイルスなどを防ぐ衛生マスクの機能や、紫外線カット機能、 転倒などによる物理的トラブルから顔を守る機能を期待したりもする。そして何よりも第一に激しく運動する中でもずれたりしない確かな装着感が重要視される。こういった運動従事者の需要の一部あるいは全てにフォーカスした商品としてスポーツマスクと総称されるマスクが2010年代に普及してきた。 マスクについている呼吸器調整バルブを操作して低酸素トレーニングができるフィットネス用や鼻から下を高質素材で防御したもの首元から頭まですっぽり覆ってしまえる一体化は防寒タイプと紫外線遮断タイプがあるなど様々なタイプが開発されているプロテクター米国製スプラッター映画、13日の金曜日に登場する 怪物ジェイソンが常に着用しているマスクは、それ自体が強烈にキャラクター化している、仮面と呼ぶべき代物であるが、モチーフになっているのは、映画の制作当時には、アイスホッケーで広く使用されていた、ゴールテンダーマスクである。画像の人物は、コスプレイヤー。アイスホッケーのケージヘルメットコラボマスク上術の、スポーツマスクとは全く異なるものとして、危険を伴うスポーツや、 武道などを行う者が顔面を物理的に防御するための、ほぼそれのみに特化した用具も、マスクと呼ばれる場合がある。いずれも、競技などに伴う顔や頭への道具や、その他の予期しない、飛来物や、他者の直撃を防いだり、加わった衝撃を軽いものに止めることを目的として、使用される。野球やソフトボールにおける保守のマスクとマスク一体型、ヘルメット、A。 キャッチャー、S マスクヘルメット、キャッチャーマスクヘルメット。上に、画像あり、同じく球身のマスクとマスク一体型ヘルメット、フェンシングの金網マスク、フェンシングフェイスマスク、フェンシングギアマスク、A、フェンシングフェイスマスク。フェンシングマスク、フェンシングギアマスク上に、画像あり、1927年から1977年に、かけて、 アイスホッケーで広く使用されていた白塗りの仮面、ゴールテンダーマスク、オフロード系のオートバイ競技などの選手がヘルメットと、セットで着用するゴーグル一体型のフェイスマスクなどを代表的な例として挙げることができる。なお、アイスホッケーのゴールテンダーマスクが姿を消したのは、ケージ型のフェイスガードとヘルメットを組み合わせた、ケージヘルメットコラボマスクが1970年代に、 開発されて次第に普及していったことによる。いくつかの名称を持つ校舎もこの例では一応マスクの名を持つ。ただ、ケージの部分はフェイスマスクとも呼ばれている。パラアイスホッケーでもアイスホッケーのと同様のヘルメット一体型が使用されている。マスクとは呼ばないが、剣道、なぎなたにおける面、アメリカンフットボールのヘルメットなども目的は同じである。 ボクシングや各種格闘技の練習時に用いるヘッドギアにも顔面を保護するフルフェイスタイプがあり、これもマスクと言えなくはない。21世紀初頭の野球用マスクは一般にクロムモリブデン鋼など金属製のガードが用いられるが、軟式野球においてはポリカーボネートなどの硬質プラスチック製も購入されている。また、 内野手の守備練習用として、セーフティーマスクもある。求心用のマスクに至っては、チタンフレームのマスクもある。こうして万軍の主が、シオンの山及びエルサレムで滑をさめ、かつその長老たちの前にその栄光を表されるので、月は慌て、火は恥じる。主よ、あなたは我が神、私はあなたを崇め、皆を褒め称える。あなたは先に驚くべき見技を行い、 イニシエから定めた計画を真実を持って行われたから。あなたは町を石塚とし、堅固な町を荒塚とされた。外国人の館は、もはや町ではなく、常しえに建てられることはない。それゆえ、強い民はあなたを尊び、荒ぶる国々の町はあなたを恐れる。あなたは貧しい者の取り出となり、 乏しい者の,の悩みの時の砦となり、嵐を避ける、余け所となり、暑さを避ける影となられた。荒ぶる者の,の及ぼす害は、石垣を打つ、嵐のごとく、乾いた血の暑さのようだからである。あなたは、外国人の騒ぎを抑え、雲が影を持って、熱をとどめるように荒ぶる者の,の歌をとどめられる。万軍の主はこの山で、すべての民のために超えたものを持って、祝宴を設け、 久しく蓄えた、葡萄酒を持って、祝宴を設けられる。すなわち、隋の、多い、超えたものと、よく住んだ、長く蓄えた、葡萄酒を持って、祝宴を設けられる。また、主はこの山で、すべての民のかぶっている顔多いと、すべての国の覆っている、多いものとを破られる。主は、とこしえに死を滅ぼし、主なる神は、すべての顔から涙を拭い。 その民の恥ずかしめを全地の上から覗かれる。これは、主の語られたことである。その日、人は言う、見よ。これは、我々の神である。私たちは彼を待ち望んだ。彼は、私たちを救われる。これは主である。私たちは彼を待ち望んだ。私たちは、その旧を喜び楽しもうと。イザヤ書二十24時13分、25、1から9。 公語訳制書記語としてのマスクは、現代人が、一般的に用いる陶器の防寒、防疫用のマスクを指す。全く同じ形のマスクでも花粉症対策や、防塵対策に用いる場合、それは、記語として扱えず、あくまで防寒、防疫を目的として陶器に用いるマスクのみ、該当する。すなわち、マスクは三等の季語である。分類は、人事。 行事、生活、親季語やきごや子きごはない。ありがとうございます。